血糖値、血糖値、血糖値、ブラッドシュガーコンセントレーション、ブラッドグルコースレベルとは、血液内のグルコース、ブドウ糖の濃度である。健常な人の場合、空腹時血糖値はおよそ80から 100mg、デシリットル程度であり、食後は若干高い値を示す。人の血糖値は、血糖値を下げるインスリン、血糖値を上げるグルカゴン、アドレナリン、 コルチゾール、成長ホルモンといったホルモンにより、非常に狭い範囲の正常値に保たれている。体内におけるグルコースは、エネルギー源として重要である、反面、高濃度のグルコースは糖化反応を引き起こし、微小血管に障害を与え生態に有害であるため、インスリンなどによりその濃度、血糖が常に一定範囲に保たれている。血糖値は、 通常の状態では血糖を下げるインスリンと血糖を上げるグルカゴンの作用によって調節されている。食事後血糖値が上昇すると、グルコースはグラット2トランスポーター、またはグラット1トンスポーターを通って、水臓のランゲルハンス等ベータ細胞に流入する。グルコキナーゼ、水ベータ細胞と肝臓にしか発現しないの、作用により、グルコースがグルコースマイナスリン酸になると、 細胞内にカルシウムイオンの流入が起こり、インスリンが放出される。インスリンの血糖効果作用は3つの経路による。血糖上昇に対する防御機構を、動物はほとんど備えていない。例えば人の場合、健康な人は、糖質 1g で 1mg、デシリットルの血糖値上昇が生じ、二型糖尿病患者では、糖質 1g で 3mg、デシリットル上昇する。例えば、 糖が、たっぷりの清涼飲料水を毎日大量に飲んだり、アイスクリームの大量接触で容易に、糖尿病成型とアシドーシスといった、重篤な疾患を起こしうることが知られており、これは、ペットボトル症候群と呼ばれ、進行すると二型糖尿病を発症する。血糖値が高くなったとき、それを調節するホルモンは、インスリンだけである。このたった一つの調節メカニズムが破綻した場合、 糖尿病を発症することになる。低血糖における酔いの回避メカニズムとは対照的である。破綻の仕方には大きく分けて2種類ある。血糖値がおよそ 180mg でシリットルを超えると、腎臓の尿細管でグルコースの再吸収が追いつかなくなり、尿に排出されるようになる。つまり尿糖は糖尿病の原因ではなく結果である。例として、スクロース、 初等1 8 0ム程度以上を一度に摂取すると、健常人であっても一過性の糖尿を生ずる。これは、食品成分表のコーラ、缶コーヒー等に示される量をもとにすると2.5リットル前後、約1100キロカロリーに相当する。極度に食事を取らなかったり、糖尿病の薬を飲みすぎたり、特別な病気があると低血糖症を引き起こしやすい。また、 これらの状態で激しい運動を行った時には低血糖症がより起こりやすくなる。人体には低血糖に対し数段階の回避システムが用意されている。血糖値が 50mg デシリットルを下回ると大脳のエネルギー代謝が維持できなくなり精神症状を起こし始め、さらには意識消失を引き起こし重篤な場合は死に至る。ただ、 蒸気のような回避システムが血糖値 50mg デシリットルにまで低下するのを防いでいるため、通常は意識に異常を来たすには至らない。しかしながら、アドレナリンが大量放出されることに伴い、交換神経刺激症状が現れる。低血糖発作の症状はこれによる。例としては、大量の冷や汗、せ、動気、新鮮、洗毛などである。アドレナリン、ノルアドレナリンによる、 諸症状として、精神症状は、睨んでいるような顔つきになり、暴力を振るったり、規制を上げたりすることがある。身体症状は、心拍数や白質量の増加、血糖と脂質の上昇、代謝の更新、手足の冷え、呼吸が浅い、目の奥が痛む、動悸、貧脈、胸心痛、手足の筋肉の痙攣、湿疹失神発作、月経前緊張症、手指の震えなどがある。 低血糖症の症状の中でも、細胞のエネルギー不足で起こる症状は、異常な疲労感、日中でも眠気を催す、集中力欠如、めまい、ふらつき、健忘症、光過敏症、甘いもの欲求などが挙げられる。これらの低血糖回避メカニズムは、脳が低血糖状態を検出し、血糖を上げるホルモンを動員する、よう命令することで開始される。糖尿病治療中や、 インスリノーマなどの疾患で低血糖症を頻発すると、あまりに頻繁に低血糖状態を脳が検出するために、ある程度の低血糖症では回避システムが働かなくなってしまう。より正確に言うと、脳内の低血糖を感知する領域では、細胞外のグルコースをそのまま取り込むことによって、血中グルコース濃度をグラッド1トランスポーターがモニターしており、 低血糖を頻繁に起こすとこのムラッと1、トランスポーターの転写が低下し、調整不足を起こす。50mg、デシリットルを切っても発動しないようになると、低血糖発作を起こさないまま精神症状が始まる。10から 20mg、デシリットルを切っても発動しなくなると、低血糖発作を起こさないまま意識がなくなり絞る、こともある。逆に、管理が適正に行われていない。 糖尿病患者などにおいては、あまりに高血糖状態が続くため、100mg デシリットル前後のような普通は低血糖とは、見なされないような濃度でも低血糖発作を起こして死う。これは、脳のグラット1トランスポーターが調整過剰になっているためである。治療としては、基本的には、血糖値が 70mg デシリットル以下の時は 40kcal ほど摂取する。 ことが望ましいとされている。経口摂取が可能な場合は、ブドウ糖 10g やグルコレス球を1袋、インタクト5個といった糖分補給を行う。もちろん糖分を含む飲み物を摂取しても同じである。意識障害があったり 30mg デシリットル以下の低血糖や、経口摂取が不可能な場合は、点滴で即急に治療する。5%ブドウ糖液 50ml に50。 パーセントブドウ糖液2 0トルを昆虫して、点滴投与する方法がよく知られている。なお、飢餓などの場合により、徐々に、グルコース源が枯渇し、低血糖となった場合、脂肪酸の β 酸化によるアセチル COA から肝臓で生成されたケトン体が、脳関門を通過することができ、脳関門通過後に再度アセチル COA に戻されて、脳細胞のミトコンドリアのトカサイクルで、 エネルギーとして利用される。低血糖症は空腹時低血糖と食後低血糖に大きく分けられ、その分類法は診断に大いに有用である。移設所後、ダンピング症候群などで見られる。また、糖尿病の極早期には、あまりに高い血糖値を下げようと大量にインスリンが分泌され、かえって低血糖症を引き起こすことが稀にある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。